2000年の4月に設立をしました。で、その時に、お話しいただきましたように、インターネットのコンサルティング、販売促進のコンサルティングを、やられている会社様から、ご出資をいただきまして、で、その時に、立ち上げメンバーとして私も参加をいたしまして、で、2000年の12月に MBO をするという流れになったわけですけれども、背景について少し補足をいたしますと、私はその2000年の4月まで学生、3月まで学生だったんですね。大学院に行っておりまして、大学院を出るタイミングで、ちょうどそのご出資いただいた会社の社長様といろいろとお話をさせていただくような機会があってですね。で、実はその社長というのが、私が行った大学の恩師である、今教授をやられている先生なんですけれども、その先生の大学時代の後輩だったんですね。で、ですので、その、学生の時に何回かインターンというかですね、そのインターネットのビジネスの現場ってどうなってんだっていうようなことについて、いろいろとその最前線を見学させていただくような機会をいただきまして、で、いろいろと私なりの思いというか、お話ししていたんですけれども、そこでご出資いただけるという話になりまして、で、2000年の4月に会社設立というような流れになりました。上場を目指すというふうに決めたのは2004年の10月なんですね。ですから、上場を実際に果たしたのは2006年の12月ですから、約2年前です。だから2年間上場の準備いたしましたけど、それより前は一切考えてなかったですね。当社の事業をデータベースの銀行って呼んでるんですが、どういう特徴があるかっていうふうに申し上げますと、お客様の非常に大切な情報資産、これをお預かりするっていう事業の性格なんですね。で、そうすると、データベースの銀行って銀行っていうふうに申し上げているので、イメージしていただけると分かりやすいと思うんですけども、我々がこう、ゼロ金利に近いような状態であるにもかかわらず、銀行に口座を開設して、で、現金を預金しますよね。で、なんでそんなほとんどその利息もつかないのに預金するのかっていうと、おそらく家でタンス預金するよりもそこの方が安心だとか安全だとか、それから、例えば東京で預金して、で、旅行して、北海道に旅行しました、北海道でお金がなくなってもすぐ引き出せますよね、そういう便利さとか、で、そういうものに非常にこう魅力を感じて預けていると思うんですね。で、それは基本的にはその信用っていうか、銀行に対して絶対的な信用があるからそういうことをするわけで、で、我々はそれはお金ではなくて、その情報をお預かりするわけですけど、あまり変わらないと思うんですよね。お客様が大切にしている情報をそんな会社に預けていいのかっていうふうな議論が、必ずその我々のサービスを導入していただくときに、お客様のところでは話が出てくると。ですから、我々の会社は今のデータベースの銀行っていう事業をもっと広げていくためには、社会的な信用がないといけないって、これが第一だっていうのをこう強く感じまして、で、そのために一つ目指す方向性の中でこうマイルストーンを置くとしたら、株式上場っていうのは非常にいいんじゃないか、それが2004年10月に決めたことですね。